今回紹介する女優さんはこちら、木村好美さん。2023年8月にムーディーズ専属女優として、新人、細くて小さい体でもね、おっぱいは美乳の元敏感グラビア美少女 AV デビュー、木村好美にて女優デビュー。元アイドル、そして元グラビアアイドルでイメージガールもしていた彼女、2023年9月に大人の世界に挑戦。サラサラの黒髪で清楚系の可愛らしいルックス、身長は148センチと華奢で小柄ながらおぱいは E カップの美巨乳さん。低身長×ビッグおぱい、この組み合わせの破壊力はたまりませんね。デビュー作ではまだ覚えたての H を超絶敏感な体で感じ、可愛く美巨乳おぱいを揺らしながら喘ります。エロの申し子かっていうくらいにエチエチで、これからさらに H に成長していくこと間違いなしの美少女。人気女優の仲間入りを果たす日もそう遠くなさそうですね。低身長にビッグおぱいの元アイドル、そして元グラドル、木村好美さんの作品を見てみませんか。それでは、また次回の動画で。